マザーウェルから悪魔の気配がなくなりましたわ。それはそれはよろしゅうございました。それではこちらへどうぞ。人間世界への帰り方をお教えいたしますわ。マザーウェルの速度を落とすことができます。川に竿を刺すようなものですね。それでその竿を刺した時の反作用が宝玉時の涙をはめたものに返ってきて、時空を超越して人間世界に跳躍できるのです。しかし世の存在が完全に消えるわけではない。世はオルカディアに虐げられた人々の怨念が実体化した存在なのだ。よってオルカディアが滅ばぬ限り第二第三の世が現れることになるだろう。その時に再び勇者どもに会えるのを楽しみにしているぞ。ではさらばだ。そうですわね。あるいはこういうことかもしれません。この宝玉時の涙は人の願いや怨念などの強い思念を具象化する力があると伝えられています。マザーウェルも基本的にこの宝玉と同じ物質で構成されています。このマザーウェルという世界自体も宝玉が誰かの願いを具象化させて作ったものだという勇者伝説の遺伝もあるぐらいです。ということは悪魔が言うように人間世界の怨念が人間世界に残る宝玉を通してこのマザーウェルで具象化することも十分あり得るのです。やはり人間世界に残る宝玉時の涙を全て回収してマザーウェルに運び、人間世界と妖精世界を完全に遮断するしかないでしょう。そうすれば悪魔の復活を防げるはずです。その点は大丈夫です。私が時を戻す魔法をかけますから。いいえ大丈夫です。勇者様の固有時間を戻すだけですから。それにこのマザーウェルと人間世界は独立して時間流の上を流れていますから、すでにこちらに来ている宝玉は影響を受けませんわ。でも私はこの世界の物質にしか魔法をかけられないのです。勇者様の勇者の証は確かにマザーウェルの物質に近いのですが、完全に同一というわけではありません。精神反射率 0.38 なので、マザーウェルの物質の 0.39 と 0.01 しか違いませんから、一応魔法はかけてみます。おそらく魔法の発動と効果に少しの誤差があるかもしれません。あと時
を遡る場合、知識はなかなか持ち越せません。でも強い感情とか特別に執着のあるものは持ち越せますから、人間世界に戻ったら宝玉とマザーウェルのことを強く考えるようにしてください。では魔法をかけます。別に今すぐ時間が戻るわけではありませんから、それは人間世界に戻ってからです。勇者様。